ランディ・シェイクマンは、アメリカ合衆国の細胞生物学者。カリフォルニア大学バークレー校に勤め、かつては、米国科学アカデミー企業の主筆を務めた。2011年には、ハワード・ヒューズ医学研究所、マックス・プランク研究所、ウェルカム・トラストが2012年に創刊し、注目を集めた、新しいオープンアクセス誌、eLife の編集者となることが発表された。 彼は1992年から米国科学アカデミーの会員となっている。2013年にシェクマンはジェームズ・ロスマン、トーマス・スードフと共にノーベル生理学・医学賞を受賞した。シェクマンはミネソタ州セントポールの生まれであり、父のサムはフォードのセールスマン、母のナンシーは教師だった。1971年にカリフォルニア大学ロサンゼルス校で 分子科学の学士号を取得した。3年次には交換留学生としてスコットランドのエディンバラ大学へ留学した。1975年に DNA 複製の研究によってスタンフォード大学で博士号を取得した。2013年、ネイチャー、サイエンス、セルの3氏は商業主義に陥っていると批判、絶縁宣言をした。1991年より、 シェクマンは、ハワード・ヒューズ医学研究所の研究員を務め、カリフォルニア大学バークレー校の分子、細胞生物学科の生科学、分子生物学部門に勤めている。大学でのシェクマンの研究室は、イーストなどの深刻生物の細胞における、細胞膜の形成と、商法輸送の仕組みを分子レベルで研究している。彼は以前は、同大学で今は廃止された。 生化学科に勤めていた。彼はまた、少々の受賞者を選ぶ、ライフサイエンス、医学専攻委員会のメンバーでもある。2013年に彼は、王立協会の外国人会員に選ばれた。彼の推薦文は次の通り。シェクマンは巧みに考案した、遺伝子スクリーニングを用い、分泌作用における酵素触媒反応の媒介物を蓄積してしまう。 突然変異体を分離し、同じ遺伝子のクローンを作成して、特定の酵素触媒反応を正確に再現する生化学反応を確立した。これらの研究は、技術的、形態学的だった分泌作用の研究に革新をもたらし、分子学的、機械論的研究への道を開いた。シェクマンが確立した細胞に制約されないこの反応は、 セック61天流複合体や小胞皮膜複合体の分離、細胞器関間輸送を担う消胞の初めての生成という彼自身の業績につながった。このセックタンパク質は際立って一定量に保たれ、シェクマンが発見した輸送メカニズムは神経伝達、ホルモン分泌作用、コレステロールの定常性、代謝の調整において欠かせないものである。 ありがとうございます。